私の名前は藤田真理子。メーカー企業で働いている会社員。離婚歴ありのバツイチ独身である。さて、友達との飲み会のためにもう一踏ん張りしますか。ひょんなきっかけで思い出してしまった。3年前に経験した修羅場を話していく。私と元夫ユージとは仕事を通じて知り合い、1年の交際期間を経て結婚した。それからすぐに子供ができたんだけど、あからさまに態度が豹変した。お願いだから少しだけでもいいから家事を手伝って。妊娠して体が辛いの。妊娠して辛いなんて甘えだろ。母親なんだから頑張れよ。俺は甘やかさないからな。いや、もともとの性格、本性を表したのだった。誰にでも愛想がよく気さくな人柄だと思っていたその実態は、ただ外面がよく対面を取り繕うのが詐欺縛りにうまいだけだったのだ。子供が生まれてからも夫の態度は変わらなかった。家事を手伝え？なんで俺が。家事と仕事の両立が辛いなら仕事辞めたら。義行はあなたの子供でもあるのよ。もう少し協力的になってくれてもいいじゃない。だから俺は仕事で稼いできてやってるのに、なんで家でも家事なんかしなきゃいけないわけ？それともお前が俺と同じように稼いできてくれるわけ？夫のこのニタッとしたこの顔は、今まで幾度となく見てきた相手を言いまかして論破してやろうとしてる時の顔で、当時からその顔を見るたびに殺意が湧いていた。結局家事と育児と仕事の両立はできずに仕事を辞めることにした私に夫は言った。家事になれたら気晴らしにパートしてもいいよ。許してやるから。子供には両親が必要。こんな男でもいつかは不正が芽生えてちゃんとしてくれるだとか希望を持っていた当時の私にこの一言を送りたい。クズ夫の腐った魂100まで。夕飯前におやつを食べるとご飯入らなくなるからダメよ。いやだ、食べたい。義行、ほらパパがあげるからな。鬼ババ怖いよな。ユージ、いつもそうやって甘やかすのをやめてって言ってるじゃない。うわ、怒った。鬼ババ怖いな。怖い。夫はしつけには関わってこないくせに、息子がどんなに悪いことやしてはいけないことをしても無条件に息子の味方をして困っていた。息子はそんな何でも許してくれる夫に懐き、夫の私への態度が伝染して夫と一緒に私をバカにしてくるようになった。それでも息子も成長したら分かってくれると願い続けていた当時の私に送る言葉、三つ子の魂100まで。それから7年の時が経った。息子は現在小6、私も夫も30代後半のアラフォーとなった。少しは家のことにも協力してよ。なんだよ、うるせえな。うるさいじゃないわ。家事もそうだけど、義行の小学校の参観とか運動会とか学校行事も大変なの。全部私に丸投げじゃない。何度目になるかわからない抗議した私に、ゲラゲラ笑いながらテレビを見ていた夫は言った。そんなに家事や学校行事が大変なら代わってやるよ。だから明日からお前が一人で稼げよな。そう言って夫はニタッとした気持ちの悪い表情をした。いつかしていた相手を論破してやろうって時の顔だ。一瞬黙った私を言いまかしたと勘違いして悦に入っている夫に、私は毅然とした態度で言い返した。わかった、じゃあ仕事辞めてきて。え？主婦になってくれるんでしょ？なら今すぐ会社辞めてこいって言ってるの。何言ってんだお前。明日からお前が稼げって言ったのはあなたじゃない。明日上司に仕事辞めますって言ってきて。え、いや、急にそんなわけにはいかないだろ。反論されると思っていなかったのか、おどおどしだした夫が滑稽だった。立場を交換するんでしょ？正社員の仕事見つけてきたから働くよ。いや、だからそういうことじゃ。あなたが家のことも学校行事も全部してくれるんなら、食べて寝るだけで済むから仕事に集中できるしね。本当に気が楽になるわ。おい、仕事見つけてきたってなんだよ。そんなの知らないぞ。何勝手なことしてんだよ。家のことどうするんだよ。だから立場交換するって話をしてるんだけど、あなたから代わってやるって言い出したんじゃない。家事になれたら気晴らしにパーとしてもいいよ。いつか夫に言われた言葉をそのまま言ってやると逆ギレしだした。おい、いい加減にしろよ。おとなしく話を聞いてやってたら調子に乗りやがって。そんな舐めた態度を取るようなら離婚だ。離婚ね。ほら困るだろ。離婚なんかされてお前生きていけんの？仕事見つけてきたって言っても今のお前は無職だろ。離婚するなら今すぐこの家から追い出すからな。夫はそう言ってまたニタッとした顔をしたが、不思議と腹は立たなかった。私は夫に対してにっこりとした笑顔を向け、きっぱりと言った。離婚で結構よ。だってそうするために今までずっと準備してきたんだもの。仕事見つけてきたのもそのためよ。あなたたちから離れるためにしてきた全ての準備を終えたの。え？
だから離婚しましょうって言ってるの。聞こえないの？荷物はもうまとめてあるから出ていくわ。おい、ちょっと出ていくってどこへ行くつもりだよ。親もいない実家もないお前に行くとこなんか。バカね、実家がなくとも行くとこなんかいくらでもあるわよ。じゃあ抵抗するなら調停も裁判も辞さないからね。そう言って自室からまとめていた少ない荷物を持って家を出た。夫はそんな私を間抜け面をしながら呆然と見送っていた。実を言うと、今までずっと離婚をするために準備をしてきた。最初に考えたのは親権と養育費のこと。おいババア、行事だからって学校来んなよ。他の友達のお母さんと並んで恥ずかしいとは思わねえの？他のお母さんはおしゃれもして綺麗なのに、みすぼらしいババアが母親で、俺が本当にかわいそう。お前と一緒にいると恥ずかしいんだよ。してきたしつけも教育も虚しく、クソガキと化した息子の親権は絶対にいらないと思った。血がつながっただけの息子の母親を辞める決意をしたのだった。そして次にどれだけ夫を有責にできるか考えた時、私に対する暴言と罵詈雑言などをボイスレコーダーと日記に毎日記録して残しておくことを考えついた。その記録をできるだけ多く貯めて、離婚時に絶対的に私が有利になれるように、今まで離婚せずに我慢していたのだ。はいはい、本当ですか？ありがとうございます。証拠もある程度溜まってきた頃、私は仕事を探した。そしてつい昨日、前職の経験を生かせる会社に受かることができた私は、最後にクズ夫にかましてやろうとわざと煽るようなことを言ってやったのだ。この約7年間、何度も何度も悲しくて泣いた。悔しくて何度も眠れない夜を過ごしたこともあった。何度も夫と息子と差し違えようかなんて自暴自棄になったこともあった。仕事の面接も何十社と落ち続けて、泣きながら家事をしていたこともあった。やっとやっとだ、言ってやった言ってやった、あの間抜け面、ざまあ見ろだわ。やっと今までの辛抱と苦労が報われたのだ。それから離婚調停に入った。夫のかなりの抵抗もあって調停は長引いた。もちろん例の録音も日記も提出した。親権は絶対に渡さないからな、絶対にだ。どうぞどうぞ。いやでもやっぱり子供には母親が必要で。私に対してあれだけ真剣に執着したのに、私があっさり譲るとゴニョゴニョと口ごもった。今までやることなすことを叱らず怒らず何もかも許して、私をバカにするように洗脳してきたくせに、今さら母親が必要って何をバカげたこと言ってるのよ。いやでもそれは親だし。あなたが欲しいと言ったんですよ。それに親なのはあなたも同じでしょうが、母親にだけ責任を押し付けるんじゃありませんよ。親ならしっかりしなさい。そうですよね、俺が父親としてしっかりしなきゃ。最後に調停委員に怒られ、ようやく黙った。離婚調停の結果、離婚が成立。慰謝料と私が払うべき養育費を相殺とし、得るものは財産分与のみになったが満足だ。そして家を出ていく日。ババア、やっと出てくんだ、めっちゃ嬉しいわ。もう帰ってくんなよ。ええ、もう二度と顔を見ることはないわ。だってあなたの母親を辞めるんですもの。え、何戸惑ってるのよ。一緒にいて恥ずかしいババアも、他のお母さんに比べてみすぼらしい母親もいなくなるんだから、本当によかったわね。じゃあさよなら。待って、扉が閉まるその時に見た元息子の顔は、元夫そっくりの間抜けな顔だった。息子をある意味被害者にしてしまったことは母親として失格だ。きっと息子に対してまだできたことはあったかもしれないけど、息子のためにできることは今までに全てやりきってきたつもりだ。愛情は無償でも無限ではないということをつくづく実感したのだった。ちなみに元夫からは一度メッセージが届いた。寂しくなったら戻ってきてもいいぞ、待っててやるから。ありえないわ、息子のことよろしくね。そう一言だけ返し、連絡先をブロックした。そして現在、なぜ今になって昔のことを思い出したかというと、昨日私の元へ探偵社の調査員と見知らぬ女性が訪ねてきたからだ。はじめまして、令和探偵社の佐藤と申します。突然のご連絡申し訳ありませんでした。いえ、それはいいのですが、どういったご用件で？実は山中裕二さんのことについて、元奥様である藤田さんにお伺いしたいのですが、お話ししていただけますでしょうか？あの、私現在裕二さんとお付き合いしている鈴木恵里と申します。実は。一緒に来ていた女性は、現在元夫が働いている会社の専務取締役の名護さんだとか、専務の紹介で知り合い、現在は結婚を前提にお付き合いしているそうだ。裕二さんに離婚歴があるのはお聞きしていましたし、お子さんがいるのも知っているのですが、
どうしてもその引っかかることがありまして。元夫の素行調査のためにこうして出向いてきたとのこと。もう元夫の周辺の人物とはとっくに関わりを絶っているのに、どうやって私の元にたどり着いたのかはわからないが、詳しく話を聞いてみることにした。そのとても優しい人なんですよ。年上だけど気さくで朗らかで誰からも好かれている人で、うちの叔父も私に結婚相手にと勧めてくるくらいには周りの人からも評判もいい人なんです。けどなんていうか、どう言ったらいいのかわからないんですけど、どこか形容しがたいような嫌な感じがして。義之君も会うと礼儀正しくてとても勤勉で誠実な子だという印象なんですけど、やっぱり裕二さんと同じように嫌な感じがして、なんていうか二人に対して変なモヤモヤが晴れないんです。なるほど。元夫の詐欺縛りの外面の良さはご健在だそうで、どうやら元息子もそれをご立派に受け継いでいるようだった。何より離婚理由を聞いたら、元妻が男を作って息子を置いて出て行ったと最初は聞いていたのに、後で同じ話をしたら、元妻が金を持ち逃げしてとか、元妻が借金してとか、理由に一貫性がなくてコロコロ変わるんです。それで改めて奥様に離婚した時のお話をお聞きしたくて伺わせていただきました。そうだったんですね。わかりました。お話しします。私は彼女に何かあった時のためにと取っておいた当時の証拠をすべて見せ、あったことをすべて話した。調査員は難しい顔になり、彼女は呆然としていた。私の個人的な意見ですので聞き流してくださって構いませんが、一つだけ、この人たちと共に人生を過ごすと幸せにはなれませんよ。私がずっとそうでしたから。もしかしたら離婚後に事故を振り返って改心したのかもしれません。もしかしたら反省して真っ当に生きているのかもしれません。しかしそうして自制できる人は間違いを犯した時に正そうと努力をするはずです。残念ながら私が見る限り両方にそういう傾向はありませんでした。それを踏まえてこれからのことを考えてほしいと思っています。エリさんはうつむき、唇をかみしめながら静かに泣いていた。それから数週間後、エリさんからお礼の品と丁寧なお手紙をいただいた。結局元夫とは別れたそうだ。私から聞いた話も別れる理由の一つだそうだが、決定打になったのは元息子の周辺から聞いたその素行だそうだ。父親とは違って爪が甘いみたいね。嫌がらせや悪口、暴言たた、壁に落書きなど犯罪まがいな行為、それをたくさんの同級生に実行していたり見られていたりしたおかげか、情報が簡単に集まり素行不良が露見したそうだ。元夫は別れに納得いかず、こともあろうか会社内で彼女を罵倒。長年守ってきたその化けの皮が剥がれた元夫は、周りの人に取り繕うように話しかけても遠巻きにされ、誰からも相手にされていないそうだ。お前のせいだこのクズが。どうしてくれるんだ。お前なんかがいるせいで俺の今まで培ってきたものが崩れたんだ。この出来損ないが。なんだとこのクソジジイ。もっぺん言ってみろ。おじさんとお別れの話し合いをしに行った時、そうして派手な似た者親子喧嘩をしていたそうだ。近所の人からもひそひそと白い目で見られているそうで、逃げなさいと言われたんだとか。本当にありがとうございました。あなたのおかげです。あなたのお幸せをお祈りしています。私は特に何かしたわけじゃないけど、踏みとどまってくれてよかった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。